ウィキペディアのコミュニティは、オンライン百科事典のウィキペディアを維持し、内容物を作る、人々の共同体。参加者個人を指して、ウィキペディアンとも言う。OXFORDDICTIONARIES.com は、2012年8月に、ウィキペディアンを見出し後に加えた。ウィキペディアンのほぼ全員がボランティアである。 ウィキペディアが成熟しその存在感が増すに従って、ウィキペディアン・イン・レジデンスや課題として、ウィキペディアの編集に取り組む学生など、ボランティア以外のウィキペディアンも登場した。ウィキペディアのコミュニティの規模に関する調査は、再移植期のうちに参加者数が、指数関数的に伸びたことを示している。二千八年四月に、作家のクレイ・シャーキーとコンピュータサイエンティストのマーチン・バッテンベルクは、 それまでにウィキペディアのために費やされた時間の合計はおおよそ100万時間であると推計した。2011年11月時点で全ての言語版を合わせて約3170万人の利用者が登録しており、そのうち約27万人がアクティブであった。ウィキペディア編集者の統計。男性が8割超、約半数が20代で、 独身者が多いある研究によれば、Wikipedia 編集者のうち、女性は過労死で13%で、投稿者の平均年齢は20代前半である。ミネソタ大学の研究者による2011年の研究によれば、2009年中に Wikipedia の編集を始めた38,497人のうち女性は16.1%であった。 2011年1月のニューヨークタイムズの記事において、ノアム公演は2008年のウィキメディア財団の調査結果によれば、ウィキペディアに投稿する人のうち女性はわずか13%であると述べている。財団事務長だったスガードナーは、2015年までに女性投稿者の割合が25%まで伸びることを望むと表明していた。女性学全国会議代表のリンダ・バッシュは、 これらのウィキペディア編集者の統計と、合衆国内で学士号、修士号、博士号を取得した女性の割合との際に注目している。この状況に対して、イエール大学、ブラウン大学、ペンシルベニア州立大学などといった多くの大学が、ウィキペディアのコミュニティへの女性の参加を促進すべく、エディタソンの開催や、ウィキペディアに技術に関連する。 フェミニズム的思考を書いた学生に単位を付与するなどの取り組みを行っている。学歴達成別の投稿者の多様性に関する2008年の自己選択式調査によれば、ウィキペディア編集者のうち62%は高等学校卒業か大学学部卒の学歴を持っている。2014年8月、 ウィキペディアの共同創設者であるジミー・ウェールズは BBC のインタビューに対して財団の試みがことごとく失敗していたため女性編集者の割合を25%まで増やすための努力を本当に倍化させたと答えている。ウェールズはまた必要なことは数多い。多くのアウトリーチ活動に多くのソフトウェア変更もだと述べている。 2016年12月のブルームバーグニュースにおいてニューヨークタイムズに寄稿しているアンドリュー・リーが女性編集者へのアウトリーチ不足に関するウェールズのコメントを支持していると伝えられた。リーはあなた方は自分は女性である自分はフェミニストであると名乗れば醜く威圧的な反応が返ってくる安全とは思えない編集環境にいかがにして 人々を取り込もうとするのかと懸念を表明している。メディアを再生するコミュニティの熱情を表した。映像2011年4月の編集者アンケートによる投稿し続ける理由。上から、知識共有のボランティアという着想がいい。情報は無料であるべきだ。知識ある対象に貢献したい。楽しい。Wikipedia の理念と開放性。間違いを探す。不完全な記事を探す。 大事だと思う話題を広めたい。自分の知識を見せたい。Wikipedia 内で評価されたい。職業上の理由2011年4月の編集者アンケートによる投稿したくない理由。ベテラン編集者から見下される。編集を説明なくリバートされた。編集していた記事が削除された。他の人が意見を押し付けてくる。ノートページなどで議論になった。編集していた記事に、 批判や間違いが書き込まれた自分の立てた記事に間違いが書き込まれたウィキペディア投稿者のモチベーションに関しては様々な研究結果が存在する。2004年に行われたコミュニティとしてのウィキペディアに関するアンドレア・シファリリーの調査によればウィキへの参加の取引コストの低さが共同執筆の触媒となり創造的構築アプローチが参加を促進しているという。 アンドレア・フォルテとエイミー・ブラックマンによる2005年の報告を Why do people write for Wikipedia incentives to contribute to open content publishing はウィキペディア投稿者のモチベーションとしてあり得るものについて検討している。この報告はブルーノ・ラトゥールとスティーブ・ウールガーが実験室生活で提唱したサイクルオブ・クレジット理論をウィキペディア投稿者に適用し人々が ウィキペディアに書く理由はそのコミュニティ内で認知されるためであることを示している。オデド・ノベンバーは2007年の報告ホワット・モーティベイツ・ウィカ・ピーディンスにおいて一般的なボランティアのモチベーションとウィキペディアに投稿する人々のモチベーションを関連づけた。ノベンバーはすでに確認されていたボランティア活動の6つの動機づけを調査に用いた。 彼はこの6つの動機づけに次の2つを加える。この調査では、最も一般的な動機は、愉快、心情、価値であり、逆に頻度が低いのは、経歴、社会、防御であることが示された。ウィキメディア財団は Wikipedia 投稿者と利用者に対する調査を何度か行っている。2008年、財団は、国際連合大学マーストリヒト技術革新。 経済社会研究所の共同グループと共にウィキペディアの読者と編集者の調査を開始した。これはウィキペディアに関するそれまでで最も包括的な調査であった。調査結果は2年後の2010年3月24日に公表された。財団はウィキペディア編集者のニーズをよりよく理解すべく2011年から半年ごとの調査を開始した。ヘニエル・アイアント チェン、由来による論文モーティベーションスオブ、ウィキペディアコンテントカントリブやターズは、wikipedia への投稿は、自発的なものであることから、楽しみこそが最も大きな動機づけであろうとの仮説を立てた。しかしながら、この研究結果が示したのは、単純的には編集の楽しさから wikipedia を始めるかも、しれないが、参加し続ける最もそれらしい動機は、 自らに達成感を与えるような知識共有がしたいといったような自己概念的なものであるということであった。チェン・ユライト・ヘン・エル・アイアンによる2014年の追加調査では人々がウィキペディアのコンテンツを編集し続ける理由について調査した。この研究では英語版の編集者を対象として288の有効なオンライン調査票が得られた。 その分析結果として主観的課題価値、コミットメント及び手続き的正当性がウィキペディアンの満足にとって重要であり、この満足がウィキペディアのコンテンツを編集し続ける意図に影響していることが確認された。ウィキペディアの編集者は時にウィキペディアに投稿し続ける理由を個人的に発する機会がある。それらの証言に共通するのは ウィキペディアに投稿しウィキペディアのコミュニティの一員であることの楽しさである。また、ウィキペディアを編集することの潜在的な中毒性についても言及される。ライフハッカーのジーナ・トラパには記事の編集をすることは何も怖くないとわかりました。楽しくて驚くほど満足で異常なほどに中毒性を示しますと言及している。ジミー・ウェールズも また、ウィキペディアの中毒性について、ウィキペディアの最も肝心なことは、楽しさと中毒性だと言及している。ウィキペディアンたちは時たま、互いの良い行いに対して、バーンスターを授与する。このような個人化された、感謝の印が、ソーシャルサポート、管理系タスク、手術の調整作業などといった、単純作業の域を超える広範な価値ある仕事を、可視化する。 バーンスター現象は、これが、他の大規模共同作業に従事するコミュニティに、どのような影響を与えるか判断しようとする研究者らの分析対象となっている。ウィキペディアからはいくつかのコミュニティニュース出版物が生まれている。オンラインニュースレターのサインポストが2005年1月10日から発行されている。プロのカートニストであるグレッグ・ウィリアムズが二千六年から二千八年に、 かけてウィキワールドというウェブ漫画を創作し、サインポストに連載していた。ウィキペディアウィークリーというポッドキャストが2006年から2009年にかけて配信されその後も散発的に配信されており、これはウィキペディアウィークリーではないという電話会議も2008年から2009年にかけて開かれた。ウィキペディア内に存在する ウィキプロジェクトと呼ばれる特定のトピックに特化したコミュニティでもニュースレターやその他の発行物が配布されている。ウィキメディア財団や他のウィキペディアのコミュニティによってオフライン活動が行われている。ウィキペディアやウィキメディア財団が運営する姉妹プロジェクトの利用者による年に一度の会議であるウィキマニアウィキマニアはウィキメディア財団が運営するウィキを利用したプロジェクトの 利用者のための年1回の国際会議である。そこで発表、議論される主題は、財団のプロジェクトや他のウィキ、オープンソースソフトウェア、フリーなッジやフリーコンテントと、これらに関連する様々な社会的、技術的側面である。アメリカ合衆国ピッツバーグで開かれた、ウィクニック2011年時アメリカ、第、ウィクニックは、毎年夏、 通常は7月4日より前に合衆国の主要都市で開催される集会である。ウィクニックのコンセプトによって、ウィキペディアンは、ピクニック食材を持ち寄り、個人的な方法で交流することができる。また、毎年北米ウィキカンファレンスも開催されている。ウィキペディアは、様々な種類の批判を受けてきた。例えば、ジョン・シーゲンソーラー事件や SJ 騒動は、 ウィキペディアの信頼性と参考文献としての有用性に関する批判を引き起こした。コミュニティに関する苦情も、匿名性の影響、新人への態度、管理者による職権乱用、コミュニティの社会的構造における、バイアス、とりわけ、ジェンダーバイアスと、女性投稿者の少なさ、プロジェクトの共同創設者、ジミー・ウェールズの役割など多岐にわたる。 元財団事務長のスーガードナーは、ウィキペディアンを、スタイルマニュアルを熟知した、不愛想な古いデスク男のようだと表現している。ウィキペディアへの優勝起構者との間で、激しい論争があり、財団は、ウィキ PR 社に提出通知書を送るに至った。ウィキペディアは、記事からの嵐除去に関して、コミュニティの声援による努力に頼っている。ウィキペディアの共同創設者であり、後に、 シティザンアムという対抗プロジェクトを立ち上げたラリー・サンガーは2007年時点でウィキペディアのコミュニティは自らのルールを効果的にまたは一貫性を持って執行していない。結果として管理者も通常の参加者もほとんど咎められることなく目的外利用的な行動が行え、これにより目的外利用の終わりの内訳循環が生まれていると述べている。 タイムズ氏のオリバー・カムは、ウィキペディアの内容形成における、コミュニティの合意への依存について、ウィキペディアは、真実ではなく、合意を求めており、それは長々とした、政治会議のように、最も大きく最もしつこい声に、支配されるという結果を招いていると会議的な意見を表明した。ポーランドのスービツエにある、ウィキペディア・モニュメント。その達成のために、ウィキペディアのイニシエーターは、 新しい効果的で民主的なプラットフォーム世界中の何万人ものボランティアが参加する共有プロジェクトを設計したことによる2015年のエラスムス賞を受賞した。ありがとうございます。